170回目の開催となる伝統のレース G1 天皇賞秋、レジェンド武豊が手綱を取るドウデュースが最後の直線。9番のオービステッツ、逃げ切るか逃げ切るか、外からドウデュースだ、外からドウデュースだ、出ては4番のタッピエラ、ドウデュースだ。ドウデュースは G14 勝目、武豊は天皇賞秋歴代最多タイ通算7勝目に輝きました。